マジックショーが始まり、少女の入ったマジックボックスが地下道に入るとフック付きロープが引っ張られるという仕組みだ。それにより原始大海の水を入れた風船を割ったのだろう。無論当初のプランではこのタイミングで少女は溶けるはずだった。だがリリアは本邸の陣ではない。さらに彼女はマジックボックスから逃げ出したのだ。大きな物音とともにな。異変に気づいたコーエルは地下道に入るとリリアに遭遇した。そこで彼はある勘違いをしてしまう。原始大海の水に即効性はないと。そしてそのまま計画を続行すると決めた。しかし相手は思いもよらぬ犯行を見せる。格闘の末に彼は気絶させられマジックボックスに入れられた。そうして最終的に彼は被害者となった。一方リリアは先ほど彼女が述べた通り地下道で着替えて身を隠すことにした。ショーが終わった後は歌劇場の他の場所に移って隠れていたというわけだ。その間被告人リネはずっと歌劇場の地下にいた。ゆえに地下道で起こったことを知らなかったのだろう。こうして事件の全貌を振り返るに被告人は無罪と見るべきだ。よかったなリネ、リネット。ただしリリアと被告人リネの行為に関しては別途審議をする必要があるが、本一件はもう諭旨裁定カーディナルに最終判断を任せていいだろう。よってこれにて判決を言い渡す。被告人リネ並びにリネットを無罪とする。ヒヒ、名探偵パイモンの大勝利だぜ。やるじゃん、さすが私の相棒。ありがとうみんな、本当にありがとう。では警察隊員ボーン殿、説明してもらおうか。君はどうやってリネ君の荷物から原始大海の水を見つけたのだ。そうだそうだ、そのせいで僕は誤った判断をしたんだからな。それともまさかここで嘘の証言をしたっていうのか。だとしたらいい度胸だ。コーウェルのメモにあった仲間とはイネ君ではなく君のことだな。私は君はよくわかっているはずだ。どうすれば罰が軽くなるかをな。ほらさっさと吐け。出ないと一生特別許可券と仲良く過ごすことになるぞ。私はただ言われた通りにしただけなんだ。リネに連続少女失踪事件の濡れ衣を着せ、ファディに容疑をかぶせる絶好の機会だと、そう上から言われて。計画が露見し原始大海の水の秘密も公になった今、そちらのトップはもう君のことをリスクの一部として見始めているだろう。最も賢明な選択は警察隊の保護を得るためにも包み隠さず全てを白状することだ。ああ、言おう。全て話そう。原始大海の水に人を溶かす効果があると気づいたのはうちのドンだ。しかもこの原始大海の水っていうのは薬にもなる。限りなく水で薄めて飲むと人は気分が高揚するんだ。それはもう病みつきになるくらいにな。私たちはずっとこれを売ってきた。随分と儲けさせてもらったよ。連続少女失踪事件もドンが計画したもので、そのドンってのはあの、これって口封じってやつだよね。なんて残酷なやつら。なんと浅はかであるまじき愚行。この場にいる者を皆すぐに改めよ。
らたち、これで帰っていいのか？それはそうだけど。旅人、パイモン、ちょっと待って。リネ。その、口も聞きたくない、顔だって見たくないって気持ちはわかるけど、君は僕がファデュイだと知りながらも、最後まで僕のために弁護し、無罪にまでしてくれた。改めて、お礼を言わせてほしい。そっか。でもいずれにせよ、君には面と向かってちゃんと話をさせてほしい。僕は、別に目的や下心があって、君と接触してたわけじゃないんだ。これまでずっと、リネという一人の人間として君に接してきた。ファデュイに身を置いてるのは、僕みたいな孤児と、ハウス・オブ・ハースの利益が一致したからに過ぎない。あの時、僕たちのお父様が、つまり、召使い様が、僕を迎えてくれたのも、そういった理由で。召使いって、ファデュイの執行官のことだよな。ハウス・オブ・ハースを管理してるって聞いたことあるけど、お前のお父さんだったのか。ああ、その、もうここまで聞いてもらったんだ。僕の過去についても話させてほしい。昔、両親を亡くした僕とリネットは、二人して路頭をさまようしかなかった。だから生計を立てるためにも、路上でパフォーマンスするマジシャンを観察することにしたんだ。何日も観察して、ようやくその巧妙なトリックを見抜いたよ。僕は妹を連れて、そこからいくつか通りを挟んだ先の、人が行き交う街角で試しに、マジックショーを始めてみた。ショーは思いのほか受けが良くてね。食事の問題はひとまず解決したよ。けどやっぱり妹には、僕と同じように野宿してほしくなかった。でもそれからすぐに、ある一人の貴族が僕を訪ねてきたんだ。ショーを見て、僕たちを養子にしたいと言ってくれた。孤児からいきなり貴族の養子になったのか？ああ。運がまた僕たちの味方をして、苦しい日々とさようならできると、僕たちも最初はそう思ったよ。でも養子を取ったのは、その人がただ、僕のマジックの才能に目をつけただけだったと分かった。彼は人の目を引くために、僕を様々なパーティーに出席させてね。そして社交界でコネを広げようとしたんだ。それも別に悪くないんじゃないか？少なくとも、路上で生活するよりはマシだろ？後になって気づいたんだ。あの貴族たちの闇は、僕たちが思っているよりもずっと深いってね。あるパーティーでのショーが終わった後、僕はリネットが同じ車に乗っていないことに気づいた。家に着いてしばらく経っても、リネットは帰ってこなかった。だから僕はその貴族の寝室に行って、妹はどうしたんだと聞いたんだ。するとそいつはこう答えた。パーティーである大物のお眼鏡にかなってな。贈り物として差し上げたんだ。助手を変えてもマジックはできるだろうって。え？まさかそいつ、フォンテーヌの法律でそういったやつって裁けないのかよ。外の人間から見れば、単なる養子縁組の関係だからね。調査をごまかす方法はいくらでもあるさ。その大物とやらの邸宅の場所を聞き出して、すぐに向かったよ。警備の目を盗んで塀を越え、邸宅に入ったけど、そこには、月明かりに照らされた床の血痕と、暗闇に佇む、召使い様の姿があるだけだった。召使いが、もうそいつを始末してたってことか。リネットが被害に遭う前に、あの方が救ってくれたんだ。
そして地下室からは閉じ込められてた女の子が数人見つかった。全員両親のいない孤児だったよ。お父様、いや召使い様は多分僕の素質を見て迎え入れてくれたんだと思う。君と私たちの利益は一致しているはずだ。ハウスオブハースは君を歓迎しよう。君はここで裏切られることはない。そして裏切りも一切容認しないって。貴族に裏切られたばかりの僕からするとその言葉をすぐに鵜呑みにはできなかった。でもその直後に召使い様は僕を養子にした貴族を始末して僕に自由を返してくれた。それでお前と妹はハウスオブハースに入ったってわけか。召使い様には何かご自身の計画があるみたいだ。あの方はスネージナや女皇の許可を得てる。フォンテーヌの神の心を奪った後、召使い様はその力を使ってまず予言を打ち破り、この国を救う方法を探すつもりなんだ。つまりそいつも予言が本物だって信じてるのか？そう、ハウスオブハースは全力で予言の危機に抗おうとしてる。そして今日の事件はフォンテーヌ人が特定の水に溶けることを証明し、予言を裏付ける新たな根拠となった。ハウスオブハースは召使い様も含めてみんなフォンテーヌ人なんだ。僕たちは自分の故郷を守ることを諦めない。何せ僕たち孤児にとってこの世界とのつながりは家族であるみんな以外にもう故郷しか残っていないからね。マジックポケットを配ることから神の心を盗むことまで、全て予言をどうにかするためにやってたことなのか。大丈夫、分かってるよ。僕もただ言いたいことを伝えたかっただけだから。でもたとえハウスオブハースにいても僕は一度だって自分の意思を手放したことはない。僕はずっと正しいと思うことをしてきたんだ。これだけはどうか分かってほしい。この先もし何か手伝えることがあったらいつでも僕を訪ねて。リネとして君を助けるよ。じゃあな、リネ。が終わった途端に姿を消すんだから。なんだナビア、オイラたちを探してたのか。この事件はまだ終わってないでしょ。私たちはこれで連続少女失踪事件の真実にまた一歩近づけた。そうだよね。ん、どうかした相棒。それにこういう数十年も未解決だった事件を本当にオイラたちの力で解決できるもんなのか。今回新しい手がかりが見つかったわけだし、水神の部下が芋づる式で解決してくれると思うぞ。え、そっか。うん、その返しは予想してなかったけど、でもまああんたたちってフォンテーヌに来たばかりの旅人だもんね。ごめん、勝手に一人で舞い上がっちゃって。いやいや、ナビア、謝る必要ないって。はあ、あんたたちと事件を調査してる時間は楽しかったよ。なんていうか、その、うん、
まるで淀んだ水に新たな流れを、新たな希望を注いでいくかのようで、水に映った影がだんだん鮮明になっていって。あはは、私ってばすぐ感傷的になっちゃうんだ。気にしないで。あ、そうだ、送別会、送別会やろう。え、律儀にわざわざそんなもんを。ひひ、オイラたちとの関係を本当に大切にしてくれてるんだな。あらゆる大切な思い出に悔いを残すことなく、完璧なピリオドを打ちたいの、私は。それに、ただ食事するだけであまり時間は取らせないから。ボスのナビアがおごってくれるってんな。オイラは喜んで食べに行くぞ。そう、あれこれ考えるなって。それじゃあまずはフォンテーヌ邸に戻って、それから一緒にホテルデュボールへ向かいましょう。そしたらちょうど夕食の時間に間に合うだろうから。よーし、送別会にレッツゴー。星とし、星とし、無事今日の星とし、you